校の皆さん、おはようございます。大阪市立東中川小学校では、運動場で児童同士のソーシャルディスタンスを保ちながら始業式が行われました。大阪市立の小中学校では、夏休みを例年の半分以下となる17日間に短縮、今日から2学期のスタートとなりました。家に帰って川遊びや魚釣りとか花火をします。みんな元気でよかった。短い夏休み、一斉休校が長引いたからですが、その間子どもたちはどんな思いを抱えていたのでしょうか。これは全国の子どもたちが休校期間中の思いなどを綴った作文集です。外に出られないことへの不満や心境の変化が伝わってきます。こちらは京都府内に住む小学6年生の作文です。家では朝8時に起きて勉強して、午後からぼーっとしていました。たまに家に遊ぼーっと声かけに来てくれることもあったけど、ごめん無理といつも言っていて、わざわざ来てくれたのに断るのはとてもつらかったです。そんな中、新たな発見も。在宅勤務になった父親の仕事姿は意外だったようで。家ではゴロゴロしているお父さんですが、会社の人との電話ではすごく真面目に話していて、すごく驚きました。高知県の小学6年生は、久しぶりに登校した日のことを書いています。学校に行くと久しぶりのみんなの声を聞いたり、笑顔を見たりしました。僕はこう思いました。自由はそんなにいいことばかりじゃない、と。休みたい気持ちを心に押し込めました。最後ですが、作文集を編集した日本作文の会の白木委員長は、子どもが書き写す、書くその日記や作文詩というのは、その時々の社会状況を色濃く反映します。今回のコロナ禍の中で改めて、学校で仲間と共にこう学ぶことの良さにこう気づき始めているんだと思います。コロナ前とは違った心境で臨む新学期、先生が児童一人一人の椅子や机を入念にアルコールで消毒します。子どもたちがよく触るこの机の表面であったりとか、この縁の部分、こことか特に念入りに毎日拭かせてもらってますね。人数は多いんですけど、やっぱり子どもたちの安全が一番なので、まあ、そこは苦労というか、苦労とは全然思わないので。はい、そしたら手を合わせてください。いただきます。以前のようなおしゃべりはまだできないけれど、子どもたちはみんなで食べる学校の味をかみしめていました。